ダメージあんのか。どうもエルザです。それではマイクラダンジョンやっていきたいと思います。さて、王の隠れが、あー、これが寺院なんだろうね。どうしよっかな。先にさ、この通常で行ける場所行ってしまって、で、後半隠れが行くのがありかなと思うんで、サボテン渓谷とか、ちょっとこっち行こうかなと思います。で、僕のパワーが今14。これじゃない。ついついね、LR 押すとね。砂漠イン、こっちだね。で、最初パワー16でしょ。これでいこっかな。いや、前回カボチャで、今回サボテン行ったから、今回と前回サボテン行ったから、レッドストーンか。うん、レッドストーンに行こっかね。ああ、こんな感じでレッドストーン生えてたら結構いい。他のマイクラではこの生え方ないもんな。オーバーワールドの山には奇妙な噂がある。邪悪な村人たちが大昔の炭鉱の下で恐ろしいものを建てているというのだ。すすと金属と炎をまとう何かを。地下に広がる大空洞へ向かい、真実を明らかにできるのは英雄しかいない。なんか気になるものがいるみたいだね。おう、あ、心細いな。じゃあワンちゃん、いい相棒だよね、ワンちゃんね。ちなみに、クロスボウか。とりあえず、魂回収。いってぇ、ダメージあんのか。やられたなぁ。ダメージあんのか、あれ。めっちゃやらしいじゃん、それ。レベルアップ。ねえ、序盤はいや、抑えめでいって、右側は特になかったね。どうせね、スケルトンが出るとね、使う羽目になるから。おお、装備出た。あー、でも低いんだ。とりあえず今はもうレア度が高いっていうか、強力なのガンガンつけていく感じかな。これが結構いい気はする。これはなんか痛い感じのだね。ほう、こっち進むんか。あ、3倍ダメージが発生するかどうかだからね。あれか。ほいほい、そっか、このブロックもあるのか。
危なー、めちゃくちゃ厄介だ。嘘、当たんの、あれ。うん、あれ当たんのか。しかも今のでやられたしね。こっちはいかがでしょう。あ、敵はね、倒しては出なくなるから。ほったらかしでいいというか、戻ればいいだけなんで。やってなさそうだね。そっか、今のところ魂が6、半ゲージ分って感じかな。あ、多分3ゲージって意味かな、あの3をね。あの魂のゲージがさ、満タンになったら使っていいのか、そこら辺が分かりづらくて。さすがに入れない。何もないね。ああ、でも魂が増える様子がないから、使っちゃいい。今のがクリティカルだね。3倍ダメだね。ということだね。痛い。そして、どうだって行く気。エボーカーどこいる？やかましい。えい、死んでしまった。
かに行けない。で一応マジででかいんだよ僕が。バグってないよねまさかね。ダイビーム。よし。なんかバグってる気がしてきたな。バーグのクリティカルが発生すると強いもんな。これやっぱバグってるっぽいね音がね。あげたんだけどね。よし、じゃあちょっと こんなところ出てくるの。これだよ。ハイヒクールタウンか。出てくるの。影突撃。影化がそもそも狙ってできないからね。
出た瞬間場所が変わるのはね、ちょっとびっくりする。この村人を助けるんだろうね。いやーなんか回復系欲しいな、攻撃したらあの光のやつね、あれ欲しいね。いいよ、3倍いいね。鉱山を出る、あ、もう出ていいんだ、へー。そっか、今瞬速ついてねえのか。変わってないのがちょっと残念だな。ちょっとまたなんかツルハシ出たよ。やっぱ武器として出んのかツルハシ。マジか。あ、力のポーションいいね。いいの出るじゃん。 OK、 よし。進む先はこの先かな。ツルハシ18。ちょっと戻って何がつく。モブ同士と鎖でつなぎしばらく拘束、痛みサイクル、あー、食らえば食らうほどっていうやつか。でした。遅っ。これ壁倒れるとかないのかな。これないね。波サイク、あー叩けば。あーでも火力がさ、たまに555とかめっちゃ高いダメージ出るんだよね。ちなみに痛みサイクルは嫌だと発生しないね。えいえい、これないか、さすがにね。強い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 。痛みサイクルいいな。あったあった。だから何も出てこなかったね。今回はいろいろ出るね。ちょっと待った、なんだそれ。いていて、いて。とてつもねえの出てんじゃん。
つか先。よしよしよし。あ、ズルハシ。ズルハシしか出ねえじゃん。ただ、エコー。ああ、一部の攻撃は素早く連続してつながる。ダークな村人の破壊。ダメージ。村人に対してね、スタン。凍結。流血。ちなみに。気になる。あーなるほどね。まああと出るだけだからのんびりね。やられたら終わりなんだよね。なんだかんだ村人いたな。いたわ。ここ危な。火事や。へえ。あれ武器捨てない方が良かった。まあいいか。シャットンガチが。地下に恐ろしい火事場を建てている。するわ。次何が出ます？壊れたビーコン。多分一緒だね。264.25秒クールだ。うん。一緒だね。これもで設定。おお。アーティファクトね。で、さっき一人。マップ見れないんだよね。上の方、あ、このびっくりマークたどっていけば。あー、こっちか。なんだ。え？ん？どういうこと？所持してるアイテムがないからそもそもできませんよっていう感じか。いやー魂いいねー。アーティファクトやっちゃう。おいいじゃん、いいじゃん相棒。いいよ、相棒いるとね、全然変わるからね。よろいねとか、とりあえず。で、これがさ、そういうやつか。で、やけど。すべての敵にダメージを与える。まあ、でもなぁ。これ、痛みがさ、意外と良かった。インパクトちょっとこれ変えたいねー。
よしよし。じゃあ、今回ここまでにしたいなと思います。まあ、思ったよりマップが、こんなにって感じだったね。ああ、で、やること終わったからって感じか。だから、ここは、まだあれなんだ。隠し系っていうか、まだ俺見つけきれてないから宝があるんだ。なんか財宝眠ってますよ、っていうことなんだね。砂漠の寺院、燃えかば、まあ、ここ行って、っていう流れかな。はい。ということで、ごめんね、ご視聴ありがとうございました。まあね、鶴橋がやっと出てきたって感じかな。まあでも、ワンちゃんも強くなったし、ビーム打てるし、何よりこれが強いかな、クロスボウね。3倍入るのはでかい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価などしていただけると今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。